その表情から察するに、どうやら他にも聞きたいことがあるようだ。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答えよう。タルタリア殿の一件について多方面から調べていたのだが、その結果ある事実に行き当たった。彼は幼い頃、未知なる深淵に落ちたことがあり、その際偶然にも鈍性のクジラを呼び覚ましてしまったのだ。しかし、だからといってタルタリア殿を災難の根源だと断定するのは理にかなっていないし、情に欠けた判断だ。せいぜい責任の一端はあるという程度だろう。あの審判で湯敷が下した判決についてだが、一部の責任に基づく判決だったのか、あるいは彼が鈍性のクジラと牽制し合えると予測したホカロルスは、彼にフォンテーヌの身代わりとなって時間を稼いでもらう算段だったのか、知る由もない。なんだかんだ言ってホカロルスはフォンテーヌ人のことを思ってたんだな。最終的にフォンテーヌ人が本当の人類になれたのもあいつのおかげだし。あ、ふと思ったんだけど、フォンテーヌ人が本当の人類になる前って、あいつらから生まれた子供も純粋精霊が変わったやつだったのか。命はもとより水のように絶えず循環するもの。フォンテーヌ人がよくここルキナの泉を訪れ、子宝祈願をすることは覚えているか。覚えてるぜ。ここはフォンテーヌの全ての水が交わる場所だってリネットが言ってたぞ。その子宝祈願が実は単なる風習ではなく、ある種の儀式であったことは当の夫婦たちも知らなかった。祝福を受けた泉の中の純粋精霊たちが数ヶ月後、本当に新たなフォンテーヌ人として生まれてくることをね。大体わかった気がするぞ。今となってはもういらなくなったけど、あれは風習として受け継がれてきた儀式だったってことだな。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答えよう。そういえばリオセスリからフリーナがどっか行っちゃったって聞いたけど、どういうことなんだ。フリーナについては、民衆に知られているのは彼女の処刑が実際には執行されなかったことのみ。水神の位を降りた彼女は、その肩書きに関わる事務的な仕事を私に引き継ぎ、歌劇場を離れた。私はホカロルスの最後の言葉を忠実かつ完全に彼女に伝えた。それを聞いたフリーナは悲しい表情もほっとした表情も見せなかった。彼女はただ「疲れたから休む」とだけ口にした。そして荷物をまとめ、引っ越しをする一般人のように歌劇場を去ったのだ。フリーナ、それであいつが住める場所はあるのか。そこは安心していい。彼女の衣食住についてはこちらでしっかり手配する予定だ。正直なところ、私は心の片隅では彼女のために喜んでいる。彼女の中に積み重なってきた精神的な傷が癒えるまでには時間がかかるだろうがね。だが彼女はもう水神ホカロルスを演じる必要がなくなった。これからは全ての荷を下ろし普通の暮らしをしていけるだろう。お前は水流の全ての力を手に入れたわけだろ。これからどうするつもりなんだよ。ホカロルスの聖家と共に油脂祭帝カーディナルも止まった。これは審判に直接的な影響を与えることだ。慎重に考えた結果、審判におけるその役割は私が代わりに担うことにした。これからは私自ら審判を下す。やっぱりお前は完全に最高審判官の立場から物事を考えてるんだな。元素流として私にはまだ成し遂げられていないことが数多くある。しかしこの力、そしてこの責任はある意味では与えられたものだ。だから他の責任を果たす以前に、私はまず最高審判官として引き続きフォンテーヌに貢献していかなければならない。
それらの責任は今後私の生活の中で共存していくだろう。それから水神が去ったことによって生じるもう一つの問題は、過激場から立証混合エネルギーが発生しなくなってしまったことだ。そっか、確かそのエネルギーって水神に対する人々の信仰心から作られるんだったよな。でも町にある機械はみんなちゃんと動いてるぞ。一体どこからエネルギーをもらってるんだ？今の私はプネウムシアを完全にコントロールできるようになった。このエネルギーは代替エネルギーとして何ら遜色がない。これは私がしばらくフォンテーヌを離れられない理由でもある。おお、古竜の力ってめちゃくちゃ便利だな。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答えよう。あ、そうだ、神の心を外交的な贈与として召使いにやったって聞いたぞ。あの二人の執行官は今回の災難で確かに大いに貢献してくれた。彼ら自身がそうしたかったからという個人的な部分は置いておくとして、パデュイがフォンテーヌにいる目的は表向きにはただ一つ、神の心のためだ。油脂祭帝カーディナルが止まり、水神のカムクラさえなくなった今、私も神の心の力を必要としなくなった。フォンテーヌにとって神の心は完全に意味を失ったものだ。もしファデュイの目的がそう単純なものでないなら、これを機に彼らの要求に応えてしまえば諸々の無駄な手間が省けるだろう。なんだか複雑な考え方だな。オイラはてっきり単に召使いへのお礼とタルタリアへの謝罪ってことであげたんだと思ってたぜ。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答えよう。君たちはもうじきナタへ行くのか。ガイドの才能は全くないが、私の知っている範囲のことならば知恵を授けよう。私の知る限りナタは竜の国だ。竜の国？お前みたいな竜のことか？いや、私がナタで歓迎されるようなことはないと思うがね。私のような古竜とは違って、おそらくナタの竜は長い変遷と進化を経て、今やその大勢が人類と共存している。そこは戦争の国でもあり、大地には終わりなき戦火が延々と広がっている。それからもう一つ、君たちにとって役に立ちそうな情報がある。召使いとの談判で思いもよらず知ったことだが、隊長という名のファトゥスがすでにその終わりなき戦争に加わっているとのことだ。隊長、なんだか手ごわそうな響きだぜ。本当にどこに行ってもあいつらファトゥスの活躍が見られるんだな。万全の準備をした上でナタに行くことをお勧めする。それまでは心ゆくまでフォンテーヌに滞在してくれていい。遠慮なく聞いてくれたまえ。私の知っていることならば全て答えよう。万全の準備をした上でナタに行くことをお勧めする。それまでは心ゆくまでフォンテーヌに滞在してくれていい。